そろそろ解禁、もう解禁したところも多いようですけどね、迎えるのにあたって、なかなかドライでの超過はね、まだ難しいというか、そんなところだと思います。そこで、妊婦、の定番フライですかね。止めてから蓋巻きして、それからテール長さ調整すればいいと思います。まあ蓋巻きっていうか、身巻きでも夜巻きでもいいんですけどね。動く蓋巻きぐらいだったら、こう調整するのによく動くでしょう。それと、今回は、これはですね、テールはフェザントテールを使っています。これ台動になるんですけれども、まあ他でちょっと使うことがないなと思いまして、テール材として使ってます。特に色のこだわり等があるわけではありません。ゴールドリブドヘアーズイヤー、そのリブですね、ゴールドワイヤー、これを留めていきます。スレッドに、ワックス、これまあワックスしたスレッドなんですけども、ワックスを塗って、ダビング、今回アブドーメンにダビングは、ウサギの耳になります。マダラカゲロウ系ですかね。マダラカゲロウ系の妊婦を意識して、今回巻くんですが、マダラカゲロウの妊婦ってなんか見るとゴミが絡まったような、あまりこうボディがですね、ツルツルした感じを受けない。まあ逆になんかこうゴミが絡まったというか、トゲがあるというか、そんな感じのアブドーメンかなと、ボディかなという印象がありまして、そういうボディを巻く際にですね、市販の、まあ私の当たりが悪いのか選び方が悪いのかなんでしょうけど、ヘアズイヤーですね、市販のヘアズイヤーがどうもガードヘアがですね、少なくて、そのゴツゴツ感、ボディのゴミがついたような感じ、ゴツゴツ感だ、トゲがあるみたいな、マダラカゲロウっぽい、アブドーメンにするのに、耳のところの方がガードヘアが受けやすい、ね、たくさんついてる。で、直接、ラビットマスクからその部分を選んで、巻いた方がよりリアルかなと思いまして、今回は、ラビットマスクのイヤーから、直接ですね、選んで、取り付けてます。スラックス、これウィングになるんですかね、ウィングケースになるんですかね、
ダックのクイルです。特に黒っぽいクイルがあればいいのかなと、フェザントテールでも構わないと思います。ソラックスは、ダビングとちょっと毛足、これは逆にまた毛足がちょっと長いような方が、良さそうなので、市販のヘアズイヤーと、クリスタルダブですかね、これもヘアズイヤー、それを混ぜたものを使いたいと思います。このクリスタルダブ自体は悪い子はないんですけどね、ちょっと水に入ると光りすぎるような気がして混ぜてます。あ、これはお好みですかね。で混ぜてます。よく光るんですよね、やっぱりね、すごい。ツイスターを持っていないので指でツイストします。ツイスターは間違いなくあった方が便利だね、巻いている時に、指でやるよりは数段いいでしょうと思います。まあ、持ってないんで何とも言えないんですけどね。いや、いいと思いますよ。この次、ダビングするときはツイスターを作っておきたいと思います。まあ、作れないことはないんでね。ウィングケース、これをかぶせます。そうですね、これ、取り付ける際こう引っ張ったりなんかしてこうちょっと幅が狭くなるんで、思ってるやつ、必要な大きさの2倍から3倍ぐらいを取られて、幅ですね、取り付けるとちょうどいいぐらいな感じになるのかなと思います。ウィップフィニッシャーでですね、止めましょうか。ツイストアブドベゼ、ソラックス部分、まあ足をイメージするのか、そこの部分なんですけど、ツイストとしてつけたので、わざわざピックアウトすることはないと思います。あとは自然に抜けていく感じですかね。まあ一応こんな裏側はこんな感じになります。まあ使ってるうちにこのね、毛がだんだん抜けていくというか、薄くなっていくというか、そんな感じになりますし、ボディからガードヘアが出ていて、まだらかげろうっぽい妊婦になります。
釣れるといいですけどね。今回巻いたヘアズイヤーですかね、ゴールドリブドヘアズイヤー、実際実所釣りに行く際はダブルニンフの上の方ですかね、につけるんですが、インジケーターをつけて水深、そうですね、水深から水深の 1.5 倍くらいにつけます。その下30センチぐらいのところですかね、この手のフライをつけて実調をしています。ご視聴ありがとうございました。解禁で釣れるといいなと思っております。では失礼します。